ごあ、お待たせ。め <laughs> ん長引いちゃって、申し訳ない。お待たせしました。申し訳ない。もうね、あまあひとまずは、受験お疲れ様。受かった。あめとソーシャルディスタンス。ちなこちらがお友達。初めまして、ハイチと言います。ちなみにさ、今日ね二人来てもらったのはまあある話をしたいなと思ってまあ来てもらったんですけど。 ちなみにまあこう3月でさ卒業して来月から新しい学校に行くわけじゃないですかどうですかテンション上がってるちゃんとウキウキしててウキウキうんいい感じおうなん何かお友ちゃんもねこう顔色がうんあーなるほどそうか第一志望うまくいかなかったんですね確かに今までいろんなね生徒を教えてきててみんながみんな第一志望に受かるわけではないんですけどこう行った後にね話を聞いているとやっぱり どこに行くかってもちろん大事ですよ第一志望一番行きたかったところに行けたら、まあ、一番テンションも上がるしモチベーションも上がりやすいのは確かなんですけどでもどこに行くかよりも行った場所で何をするかそこで何にエネルギーを注ぐかっていう方が何百万倍もあとで,、うん、で振り返るとね今はそう思えなくていいんですよ思えなくていいんですけどただもう第一志望行けなかったから私ダメだとか今までの努力が全部無駄だったっていうのはやっぱ違うんですよね。 今まで頑張ってきた努力が無駄だったのか無駄じゃなくて糧になってるかは決めるのは自分ですからぜひねちょっとこう切り替えて踏ん張っていきましょうっていうかごめそこんそんな話じゃないよ今回したかったのはあのー、まあ来月からさ新しいところで学校始まるじゃないですかね始まるでしょその時にもしよもし今3月なってこの3月1日たったの5分え5分よやるだけで 4月から他の子に比べてめちゃくちゃスタートダッシュいけると言われたらどう信じるいや待ってあのねお友達が疑うのは分かるなんでお前が疑ってる <laughs> ?3 年間の付き合いでしょうが <laughs> こういうキャラねでも本当なの本当いいこの3月勝負よ何かっていうとたったの5分でいいもう受験終わってさ今まですげえ頑張ってきたもう勉強したくないって思うじゃん思うよね いや俺もしたくなかった。したくなかったんだけど、でもここでね、勉強時間ゼロにするのはめちゃくちゃもったいない。で何かっていうと、まあ、新しく学校始まって、その今までの勉強がさ、全部いらなくなった。そんなことはない。今までやってきた勉強の上に、こうね、知識はこう積み重なっていくわけよ。だから、今までこうやってきた勉強を忘れてしまうと、新しい土地に行った後の勉強がめちゃくちゃ吸収しにくくなります。で これはまず1個よ。だから、こうで復習しておけと。で、その復習も5分でさ、復習できるなんて、もうたかが知れてるじゃん。なんで5分なのか。これはね、勉強机に座って、はい、問題解きます。しなくていい、そこまで。まあ、してもいいよ。したかったらしてもいいんだけど、しなくていい。何するか例えば、数学のワーク開きます。問題見ます。頭の中で解き方が思いついたら、それで十分。十分。思い出す作業だから。いい解けるようになってるかってわけじゃないんだから。他の科目もそう。 見てみててみ覚えてるかなそれだけでいい学校のワーク理科のやつパーって見てみるね答えの部分穴埋めでこう埋めて隠してやってみてああオッケーオッケーオッケーこれねはい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 細胞分裂みたいなそれで十分だからでもそれをやっておくかやっておかないかで新しい土地かなり変わるやってみてでもう一個はこっちの方が大きいんだけど勉強習慣今までさ、まあ、ほぼ毎日みんな頑張ってきたわけよね二人も頑張ってきたでしょねで。 勉強習慣ってさ、勉強だけじゃないんだけど、習慣をつけるってめちゃくちゃ大変。わかるダイエットとかもそう、スポーツの筋トレとかもイメージで。筋トレやってない自分がさ、今、毎日筋トレやろうと思ったら、続かなそうじゃないで、これがね、習慣になると、人ってやらないと気持ち悪くなる。やんなきゃ、やろう、やろうってなってくるわけ。勉強もそう。だからみんなもさ、受験直前とか、毎日コンスタントにやってる子って、やらないとやべやってない、気持ち悪いってなってくるわけ。でも 習慣って、そうやって習慣をつけるのはめちゃくちゃ時間かかるのに、壊すの一瞬。これ受験終わって勉強しなくなります。一週間でもやらなくなってみ。もう習慣ゼロだから。またスタートから。これが新天地ね、新しい学校行って、当然今までより勉強難しくなる。スピードも速くなる。その状態で、いしかも人間関係変わるんだよ。人間関係ね、うまくいくかもわからない。不安もいっぱいだ。その中で、 ね、その中でまた勉強習慣を一からつけていこうなんてまあしんどいだから新しい土地に入った時に勉強習慣がついてる子っていうのは自動的にスタートダッシュが決められるぜひ<い>ねだからぜひやってみて OK えああ塾の勧誘されるかと思ったしないしないしないいいんだよ塾っていうのはもちろんね入ってもらえればもう全力でサポートするし全力でみんな応援してるけど それは必要だと思ったとこに入ってくれればいい。うん、それでいいから、もし興味あったらまた来て。OK。ごめんね、時間とっても会うがとまたね。あい